新型コロナウイルスワクチンの集団接種や個別接種が進んでいますが、新宿区の取り組みに注目が集まっています。新宿区では昨日、60歳から64歳の区民に接種券を発送。さらに59歳以下の区民には来週木曜日に接種券の発送を行う予定です。民間のクリニックなどで行う個別接種も昨日から始まっており、場所を分散して区民へのワクチン接種が加速しています。そうした中、区では59歳以下の集団接種の予約について、基礎疾患がある区民などに続き20代から30代の若者へ優先的に行うことにしました。接種スピードの加速を目指す新宿区、吉住区長に話を聞きました。人口に占める割合が多いことと、またその中で感染者に占める割合も大きいこと、この2つがありまして、感染のリンクをたどっていくと、やはり若い人からとかさまざまな背景がありましたので、いくつか の医療機関の代表の方から、そうした方針というのは検討できないのかということで、ちょっと以前ご意見をいただいてました。来月7日から20代と30代の集団接種の予約を受け付け、その後40代から50代、20歳未満に広げていくといいます。予約の空きがあれば次の日から接種ができることになります。新宿区の対応に区民からは、若い人がこう動いちゃう前に先に予防するっていう、そういう、ちょっと考えてこう取り組んで、行っているその接種なのかなとは思います。ありがたいと思っています。どうしても主人もそうですけど、働かざるを得ないですし、家の外を出歩かなくちゃいけないから、そのとても助かります。あまり神経質にならなければ時期が来れば打てると思ってるし、それぞれの自治体で判断してやってみるというのはいいんじゃないかなと。かかりつけ医などを持たない若者へ集団接種を優先させ、感染拡大を防止するとしています。うちの区内における状況を見た上で、なおかつ混雑をしないために分散化を図っているというのが実情です。接種できる人はどんどん接種をしていって、で社会全体の接種率を上げることによって集団免疫を獲得していくと、なるべく早めにお配りして、さまざまな機会を活用できるようにしたいなというのが私どもの願いです。